Thank you.
Thank you.
先生、どうして私のこと忘れちゃったの？ひどい怪我、何があったの？かすり傷よ。大丈夫。こんな強い攻撃魔法を使うなんてひどすぎるぜ。そんなこと言わないで。さっき私を傷つけたのは本物の先生のはずない。大きな声を出さないで。ひとまず手当てするわ。いやだ、先生を探さなきゃ。私には先生が。気を失ってるみたいだ。俺が止血するよ。目を覚ましたらおとなしくしてくれるといいけど。先生、必ず会いに行くから。先生。Thank you.
ニコルちゃん、そんな体で出かけちゃ。お嬢ちゃん、こんな遠くまで来ちゃって。今のお嬢ちゃんじゃ外では生きていけないぜ。もう勝手に町を離れるんじゃない。ライネ・ニーフ、助けてくれてありがとう。でも先生を探さなきゃ。その先生って誰だ。ひどい怪我を負わされたのにそれでも探さなきゃならないのか。大爆発の少し前に私は事故で一度死んじゃったんだけど、当時の先生はこんな風じゃなかった。先生はカリンという名で研究員の大魔法師なの。行き場のない私を弟子として引き取ってくれたのが先生よ。普段は厳しいけど自分の研究を説明してくれるときはいつも楽しそうに笑っていたわ。あの日私を攻撃したのが私の先生のはずがない。私が蘇る前にきっと何かあったのね。絶対見つけなきゃ。あの日私あら、あなたたち、ま、料理が見商品を見せ。
Thank you.
Yeah.